マハラ・ジャクリシュナ・ラスゴトラは、インドの外交官で、外務次官や国家安全保障諮問委員会議長を、務めた。マハラ・ジャクリシュナ・ラスゴトラ英連邦のインド代表や、モロッコ、チュニジア、オランダ、ネパール、フランス各国の大使を務め、ユネスコ大使、外務次官を歴任した。アメリカ合衆国とインドは、1991年以降のインド経済自由化に伴って、 次第に軍事的提携が活発化し、当時米軍太平洋陸軍司令官であったクロードシー・キックライター中将は米印軍事協力を提案。さらにこの協力関係は国民民主同盟を与党とするインド中道右派連立政権の下で1990年代中央から拡大した。2005年統一進歩同盟政権下でアメリカのドナルド・ラムズフェルド国防長官とインドの プラナブムカジー国防大臣は、米印防衛新フレームワークに署名している。これに対し、MK ラスゴトラは、アジアの安全保障協定の形成のためにむしろ、アメリカ合衆国の努力は、不足していると主張し、時代は、アジアの正規なのではなく、アジアのアメリカ正規であるとの見方を表明し、四カ国戦略対話を、アメリカインドオーストラリア、日本に委ねられた、新たな、 グレートゲームであるとして、アメリカの関与に否定的なブラフはジェラニーの見解を批判した。2007年3月に開かれた日印シンポジウムアジア地域統合の時代における日印関係にも参加した。その中で MK ラスゴトラは今後アジアにおいては日本、インド、アメリカ、中国、ロシアの5大国の相互関係を軸とする。 新たな地域秩序が形成されるだろうとの見解を表明し、そこでは五大国の対立を助長するのではなく、むしろ諸国間で均衡状態を生み出すことが大切であり、そのためには政治的に困難な問題を抱えていない日本とインドの両国がパートナーとして行動していくことが重要だと主張した。ここでもラスゴトラは、 アメリカ合衆国の役割はアジアの将来にとって極めて重要であることを強調し、同国との協力関係を訴えた。ありがとうございます。